夜間チェック5月10日金曜花金夜の配信です。5秒前4 3 5月幹事長に敬意新聞です。それではあのち、えー、定例知事会見を始めます。じゃ知事よろしくお願いします。はい。えー、今日はあのもう8県、えー、私の方からお伝えをしたいと思います。まずあの。こんばんは。時刻は午後10時24分でございます。 えー、小池東京都知事の記者会見が今日定例ということで金曜日に行われました、えー、それをチェックしていこうというのが今夜の配信でございますタイトルはこちらにいたしましたちょっとまあこれまでもカイロ大学学歴詐称の問題についてあまりにもぬるい質問しかしない、えー、東京都庁記者クラブの面々に 怒り浸透のコモさんなんですけれども、えー、今日はもう、あまりにもひどいので、朝日 NHKMX テレ朝時事と、えー、まあここに日経新聞が、幹事者なんですけども、ちょっと、まあ、実名を上げながらですね、えー、批判をしようと思います。ちょっとあまりにも本当にひどいなということなんですけど。 えー、昨日の中国新聞、広島のエリア紙でありますけれども、中国新聞が、えー、と安倍晋三総理大臣の時にですね、あのもう金をばらまいていたと、100万円の束のことをこんにゃくというそうですね、えーまあ、診察で言うとこんなもんでしょうか、はいえー、1000万になりますと、レンガっていうんだそうです。はあ なるほど、まあ、そういうのが政界では言われているものなんだそうですがポーンと、こんにゃくをもういっぱいばらまいてたとで、まあ、あのもちろん政治をやっていく上で,であの機密費というのがあってで、まあ、ええかげなことにも使われているんでしょうけど、まあ、ベースとしてはやっぱり秘密にしないとやっていけないようなお金もそれは必要なんだろうなと。 というところは、私はまあ、それは、うん、いわゆるまあ、企業でいうと、人不明金的なところがですね、いいことだとは言わないけれども、それはまあ、清濁合わせ飲むという部分で、ある程度は認められるものだと思っているんですが、中国新聞が頑張って、まあもう時効になっていますし、安倍晋三さん自体が殺されてしまっているわけですけれども、まあ、あまりにもひどい。 まあ、現職が強いというのは、まあ、ある意味、まあ、当然と野党然と言われているわけでありますけれども、それは権力持ってる側が好きにか使える金があって、今、問題になってる政治と金の問題とはまた違う形で、それは金ばらまいて、まあそ,まあ、そもそも、そもそもですよ、お父ちゃん、お金もったから自民党に投票してんのお母ちゃん、この間、自民党から金もらってたよね で子どもに聞かれて、うん、そうだよって、お金もらえるから投票してんねんって、子どもに言えますかっていう話なんですけども、しかし、金もらってるから投票するっていう人が、まあ、これはまあ自民党に限らないのかもしれませんけれどもです、ねえ、いるんだと、この日本に数多く、しかも行かへん人たちはお金もらってない人たちなんで。 そのお金もらって投票している人たちの票で、この国の政治が決まっているっていう、まあ、そこを、あの、中国新聞がすっぱ抜いてるわけですね。で、まあまあ、それを受けて、まあ、よくそも、まあ、無視はしてないとは思うんですけれども、今、えー、自民、自民、公明がですね、パーティー券の、その公開の金額を5万円にするのか、10万円にするのか、そこを空欄にするという中条清方式を、 使って、えー、交渉をしとるわけですけどもそんな話以前のもう,もうむちゃくちゃなことが行われているとそれがたとえ正しい日本の国としての決断政策であったとしてもそのやり口が私は許せないなと思っていましてそれがまあ中国新聞から広島から発信されている今日 そして、まあ、時系列で言うと、秋高田市の石丸市長が次の選挙に出ませんと、で東京都知事選挙も含めて、次やるべきことを見つけていますというな話をしました。えー、東京都知事の記者会見、確かあれは2時からでしたかね、まあ、そ,そことの,その時系列の問題はありますけれども、当然、 え次、もう1回出るであろうと言われている、あるいは出ないなら出ないという現地を引き出すための,あの小池知事への質問に、ですね石丸さんが出てくると言ってますがっていう話は出てきて当然の話なんですけれども、そもそもですね東京都知事選挙の話もそうなんですが、4月の28日に行われました、無所属の。 なんと、緑のタヌキと一緒に写っているポスターを、えー、並べていました乙武さん、えー。彼の12日間の選挙期間中に9日間も応援に入っていたという小池百合子の力及ばず惨敗だったわけですね。でそののことについて今日の記者会見で あの選挙の後、初めてなんですね、実は。ゴールデンウィークという、まさにゴールデンな、時間稼ぎのお休みがありましたので、誰も、まあまあ、個別には聞いてたのかもしれませんが、みんなの前で、みんなの前で、まあ、恥かかす質問する話ですよね。赤っ端ですよね、と。あんだけ12日間のうち9日間も行って、 無所属や言うてんのにファーストでやってて、それでも勝たれへんかったどころの話じゃない、僅差の2位でもなくて、5位でしたっけ、2位争いの中でも、もうそんな馬群の中に埋もれてしまっているというようなことについて、あなたどう思ってるんですかと、それは乙武さんの問題もあるでしょうけれども。 あんたのカイロ大学の学歴詐称の問題も影響してるんじゃないですかと、ムッとさせるようなことを聞くのが、記者会見での記者の役割だと思うんですけれども、どこも聞いてないんですって、今からチェックしますけどね、今からチェックしていきますが、どの会社も、東京都庁の記者クラブに加盟している人たち、まああの その現場にいる人と、えー、リモートで参加する、まあ、フリーランスとかの人たちもいまして <laughs> 今日の会見においてはそういうリモートで参加している人面倒くさいこと言いそうな人は誰一人当たりませんでしたつまり飼いならされている餌を与えてくれるあそういうひょっとしてもお金もらってるんかお前らと思いますよね 朝日新聞とかの記者たち、今からまあ名前言うて質問しよりますけども、ひょっとしたら、内閣官房機密費みたいなこと、あるいは会社としての権益、えー、で、お前ら金持てるのちゃうかと思うぐらい、もうそのヘタれやとか、えー、センスがないとかっていう、もうそういう段階じゃなくって、えー 君たち何か秘密を握られてるか、金握らされてるか、いっぱい飲まされたか、薬でも打たれてるんちゃうかっていうぐらいひどい質問なんです。まあそもそもが、だいたい私もまああの毎週金曜日見るようにしてますんで、えー、30分余りの会見の時間の中で、 まあ大体いつも6項目ぐらいですかね、4つから6つぐらいの項目について、小池百合子がもうとうとうと自己投争に満ち溢れたコメントをして、ですねまあそれで大体15分ぐらい、15分余り時間を費やして、残りの15分から20分ぐらいのところを、一応、幹事者っていうのがいまして、幹事者の仕切りなんですけれども、手を挙げてくださいと。 いうことでやってるんですけども今日は2何分間8つものテーマで喋、えー、っておりましたあんなこともやりましたこんなこともやっておりますお客様もいっぱい来ましたっていう話をしていましてねまあなのでまあそもそもが質問の時間が短くなるような構造にしてあってで さあ、ここからが質疑ですと。まず、幹事者から2問、質問をいたしますっていうところでありましてですね、えー、これはまだ今やってるところですね、熱中症ゼロへっていう、まあ、ゼロ好きですね、本当にね、えー。えー、で、ちょっと待ってくださいね、確か、んと、20、 5分余りのところからだったと思いますのでいい少々お待ちくださいませ、えー、このあたりからですねはい。八件お伝えをいたしましたでは一緒に聞いていきましょう、はい、ありがとうございました幹事者から2問伺います一問目なんですけれども先ほど説明もあった あの3件の主張についてなんですけれども、あの3件についてはあの子育て政策ですね。全国一律の実施っていうのを国に求めていました、えーそ。その考え、自体は知事もあの同じとのことなんですけれども、これから1都3県でですね。足並み揃えて、国にあの全国一律の子育て支援あ、施策の展開を求めるお考えはあるでしょうか？ あの今なすべきことはともに足並みをそろえて国に対して子ども施策の充実に向けた抜本的な対策を求めることでございます。であの 一方で先ほど申し上げましたように行政サービスの地域間格差の拡大ということはあの財政状況の違いにあるという主張についてはあの事実誤認だということこの点はあの先ほど申し上げたとおりでございますし、えー、むしろ行政サービスの違いは地域ごとのプライオリティの問題ですし財政力の格差が行政サービスの格差の原因とする主張については あの、先ほど申し上げたように、地方自治の普及につながると思います。で、あの、東京都もいろんな施策を講じております。けれども、それは国がその施策を講じるまでの間ということを申し上げているわけであります。ここはですね。国としても何を優先すべきなのか？ そしてまた、その中でどういうやり取りをしていくのか、地方自治、それぞれの特色を生かしながら、そこは判断をしていくということが必要でございますけれども、あの国内のさまざまな課題に対し、都道府県は一致団結して取り組むということ、この必要性については改めて申し上げたいと思います。はい、まず、日経新聞の男性記者。 えー、幹事者という言い方だったので、こいつは、あの、名前を名乗っておりませんでした。はい、なんていう名字のやつかは知りませんけれども、えー、まず、まず、まず、幹事者として最初に、八つの項目を何を言っていようが、まあ、私の感覚で言うと、知事28日に惨敗しましたけれども、これは想定内ですか。 悔しいですか。まあまあ、どういうふうに聞くかはそれぞれですけれども、まず音武さんになんて声かけましたかと、あなたの責任じゃないんですかということを聞くところだと思うんですが、そこは日経新聞聞きませんでした。はい。ではもう一問聞いております。二問目には聞いてくれるんでしょうか。ありがとうございます。 2問目なんですけれども、あの先月4月末にです、ねえー、と総務省が5年に一度の、えー、住宅土地統計調査というのを発表しました、えー、2023年に都内で長期にわたって不在で使用目的がない放置空き家は21万5千戸で5年前から2割増えました、今回の,その空き家についての受け結果の受け止めと、の空き家対策について教えてください。 はい、あの全国で空き家がついに900万戸ということで過去最多になった、えーそ,まあ、そのニュースはですね、まあ、あ想定はされていたものの早いスピードだなというふうに思いますで東京都でありますけれども東京都に関しての空き家の数は90万戸、えー、そして空き家率にすると11% えー、全国の方は900先ほど申し上げましたように900万戸で空き家率が13.8%ということであります。であの一方で,、えーそうですね、今空き家率は11%と申し上げたのはあとはあのマーケットとして空き家もくるくる回っているという意味でもあります。でただこれからはは少子高齢化は進む、うん ということはそうされますし、空き家のさらなる増加は懸念されておりますので、その対策は重要でございます。で、先ちょっと今9。あのご質問なので手にないんです。手元にないんですけれども、あの先日発行いたしましてね。あの、東京住まいの就活ガイドブックそれからあー。 空き家に関してさまざまな相談に無料で対応するワンストップ相談窓口などを活用していただいて空き家対策に取り組んでまいりたいと思いますそれから今年の4月の1日から相続登記の義務化というのも始まっております。ここれもです、ね、あの相続登記のの申請の義務化とということで 申請を行わなかったときには、過料も課せられるということなので、こちらの方についても改めて、あのそれぞれチェ,チェックしていただきたいというふうに思います。ぜひ、この空き家をどうやって生かすのかなども含めて、総合的に考える必要があるかと考えております。 はいまあ、さまあまぁ日経新聞として聞きたいことなのかもしれませんし、もちろん、あのこの後も聞いていくことの話の内容が、えー、どうでもいい話ではない、まあ、あごめんなさい,どうでもい,い、どうでもいい質問も出てました、どうでもいい質問も出てましたけど、それぞれ都政に関する話ではありますけれどもです、ね、ここで定例記者会見で音だ武の名前を出さない。 保選の名前、名を出さない、そのことを聞かないということは、本当に、本当に私、意味が全く分からないのですが、幹事者に続きまして、続きましては、朝日新聞の伊藤という記者でございます。 私,は私の中で匿名と実名というのは私なりの判断がございまして実名報道されていてもここは匿名にした方がいいと思うところは私は匿名にしていますしかし申し訳ないですがメディアの責任としてあのどんな記事を彼らが書いているのか今日の記者会見でどんな記事にしてるのか知りませんけれども,もアホばっかりなんで、まあ、実は あの質問してない、手を挙げてへん記者、毎日新聞とか読売新聞はまあ手を挙げてたのかどうかも分かりませんが、当たってないので、しかし当たってないまま、期間ままという意味で同罪ではあるんですけれども、しかし当たったにもかかわらず、このことを聞いていないというのは、より罪が重いと思いますので、ここは実名を挙げさせていただきます。別に伝突するつもりもありりあませんし 家の前へ行ってなんかするつもりもありませんしストーカーするつもりも全くございませんけれどこんなアホな記者がいるんだということは実名で言わないと伝わりませんので朝日新聞伊藤記者のアホぶりでございますありがとうございます幹事社から以上です、えー、それではあの各社さん質問がある場合は、えー、社名と名前を名乗って知事に指名を受けてからお答えください 朝日,さん朝日新聞の伊藤ですあの国会で審議されている地方自治法改正案についてあのお尋ねします。コロナ禍での国の対応という経緯をもとに議論が始まっていますが、一方で地方文献に逆行するというような指摘もあります。この改正案に対して小池知事の見解を教えてください。 今まさにね、あの財政の観点からの話、再度させていただきました、あのー、まさに地方自治の点というのは極めて重要で、えー、そして、まあ、今回の,自治法の地方自治法の改正についてはです、ね、国と地方自治体との権限に関するもので、えー、ございますので、今後の今国会審議についても、 あの審議において、しっかりと議論をしていただきたいとこのように思います。まあ、大規模な災害え、そして感染症の蔓延その被害の程度、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におけるえまあ、特例という形でございます。まあ、あの、しっかりとした議論が行われるということを期待をいたしております。 都内の首長では反対する、まあ、あの声明を出しているあの首長もいますけど、知事としては賛否という点ではいかがですかよく吟味させていただきたいと思いますあとすみません、もう一点、あの別件なんですけれども <laughs> あの、都の婚活事業についてお尋ねさせてもらいます。が今、今聞き始めていること、もう一件、もう件別件なんですが、と。 聞いている話はいもう一回私の方からより分かりやすくお伝えをいたしますはいこの、まあ、若いお姉ちゃんなんだと思うんですけれども彼女が聞いているのは東京都がやっている婚活アプリの話ですあ、まあ、東京はとんかつが美味しいんですけど関西よりも美味しいと言われておりますがとんかつではなく婚活アプリの話 を聞いておりますもうさ東京15区の補欠選挙よりもよほど大事なことなんでしょうね朝日新聞の伊藤記者にとってはするとしているマッチングアプリなんですけれどもあの収入の開示が必要で所得を証明する書類の提出も必須というふうに今、まあ、取材では聞いていますまあそうなると結果的に収入が少ない人とかない人がマッチングされにくいというあのことも予想されるかと思うんですがあのまあ また一方では国立社会保障人口問題研究所が公開している調査では、まあ、男女とも半数近くが結婚のための費用をまあ結婚の障壁として挙げているというような話もあります。えっと都が収入の解除を必須として結婚相手を選ぶ条件の一つにするというあのまあこういう立てつけになった経緯と、まあ、収入がない人とか少ない人が結婚から遠ざかってしまうのではないかということに対しての知事のお考えを教えてください。 あの今の少子化の問題がよく引き合いに出されるのはあの未婚化、晩婚化というこの点であります。えー、そしてやはりの未婚化ということについては出会いがなかなかないとかですね、えーまあ、いろんな、まあ、事情もあるかと思います。 えー、そういう中で、まあ、都の行政がですねこのような形に乗り出すというのは、逆に言えば行政が有するその信頼性があのバックに、えー、あって、それをベースにしながら、まあ、安心してこの、東京都を信じられるんですって、小池百合子を信じろって言ってますよ。 その信頼のもとで出会いができるような環境づくりを努めていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。あの京都府などでは同様の施策では収入の,の開示を求めていないというようなケースもあるんですけど特に今後あのそこら辺変えるっていうようなことはないですか そうですね、いろんな要素であの相手を見つけられるんだろうというふうに思います。まあ、そういった点での一つの指標と言いましょうか、お付き合いする相手や、また将来の生活設計などを描く際の一つの考え方になるのではないかというふうに思っております。す。ありがとうございます以上です。 あのいや本当に、本当にですね、えー、朝日新聞の伊藤記者、この件について記事も書いてるんですかね、えーえー、これを聞けと言われてきたんでしょうか、彼女にとっての婚活マッチングアプリというのが非常に重要なことであるということは伝わりました、えー、うーん、まあ、別にお金がないと結婚したらあかんちゅう話でもないですし、でもまあまあ、そら ね、結婚しようと思ったらそれが男であれ女であれ、まあ、そこそこちゃんと稼ぐとかいうことを念頭にするであろうと、まあ、私は思いますし、えー、そこを考えた上で結婚しはった方がいいだろうなとも思うので彼女の,その問題意識が何なのかがよくわからないですけれどもいずれにいたしましても音竹さんのことを聞くよりもこちらの質問の方が大事だという朝日新聞の 価値判断には私は全く賛同できないです。はい、赤日だとか、もう配管しろとか、そういうことを私は別に言いません、はいそ。そういうことを罵倒したところで何も生まれないのですけれども、朝日新聞のキャリアが何年目なのか知りませんが、声を聞くかぎり、若い女性の記者だとは思いますが、あこんなセンスで。 東京都庁で取材をしていても私の知りたいことはあなたは全く聞いていないのでそんな記事を書かれても困りますなという一読者としての気持ちを朝日新聞伊藤記者に対してまずお伝えをいたしました続きましては皆様の NHK でございます JOAK はい、NHK 東京放送局で全国ネットで流れるニュースを作っている NHK の大井中村君でございます。 K の中村ですあの先ほど冒頭でありました、あの偏在是正の関係で伺います、偏在是正と言いますと、ちょっとその一般の方々にはなじみがまあ薄いのかなというふうには思うんですけども、まあ、これまでもとはず、っとその財源をですね、まあ、国にこう召し上げられたという主張をされてきております、このまあ、3県の知事が言うような、偏在是正がです、ね、行われると、具体的にこ都民にとってはどのような影響が出,出かねない。 というふううふにお考えでしょうか、はい、まずあの言葉にこだわりますと、もう偏在があると、そしてそれがいかんことだから是正をするんだと、正すんだというようなあのベースになっているかと思いますけれども、まあ、それが偏在はしていないし、それからもうすでに、都税収入は令和6年度だけでも1.3兆円、平成 20, 20年度以降については、 あの 9. 2兆約、まあ、10兆円に近い影響が生じていると、で今あの、ご質問の中で、えー、召し上げられているという言葉をお使いになりましたけれどまさに約10兆円、えー、召し上げられているという状況で、えー、あります。であののの税収の収奪とという言葉を <laughs> の都として使わ いるわけけですけれどもそれを国税化する、まあ、不合理な措置が偏在是正措置いわゆる価格付きの偏在是正措置で、えー、ありますでこのワが国の財政を見ますとあの国と地方の歳出の配分は4対6であるのに対して、えー、国税と地方税の配分は逆転して6対4になっているということでそもそもこれって地方分権に逆行してるんじゃないのと。 いうことであります、えー、よって国においては、国や地方間の、えー、税財源の配分の見直しなどあの、地方財政制度の抜本的な改発に、えー、取り組んでもらいたいと、このようによくしてて考えています関連でですねあの、なぜこの時期にあの3県の知事はあの、こういう要望とかを世にしだすようになったというふうに考えでしょうか。 もうそれはそれぞれのご事情があるので、それぞれにお聞きいただきたいと思います <laughs> そらそうですわな、そらそうですよ。ええー、岡田監督に、どうして巨人は、安倍監督はこんなピッチャーを使ったんですかね、安倍さんに聞いてくださいっていう話ですから。 どうしてオリックスは強いんですかね、いや、そは強いでしょうという話ですからね、NHK の中村記者、えー、NHK におかれましては、NHK というです、ね、皆様の、我々のです、ねえー、受信料で成り立っているものでございますよ。はいえー、この2週間近くですね、四月の28日に乙武さんが惨敗して以降、 えー、小池由子さんに対する、あるいはその周辺に対する取材と、えー、記事ですね、えー、放送のニュースの中身で、えー、鋭い分析と、なぜ彼女が、たちが惨敗をしたのか、えー、それについての、まあ、批判も含めてですね、鋭いニュースをもう、もうお腹いっぱい流してしまったので、 もうわ,わざわざあえて5月の10日にもなって聞く必要がないという判断をされたんだと思うんですけどね皆様の NHK 日本放送協会におかれましては残念ながらちょっと私の手元にそういったお腹いっぱいになるほどの、えー、ニュースが届いていないのですが。 あ受信料は納めているんですけれども、何か私が悪いことをしましたでしょうか、中村記者、あるいはあ東京都庁の、何人かたま詰めてあると思いますんで、NHK の場合は、キャップなり、あるいはまあ都政王のデスクの皆様におかれましてはですね、なぜ、東京15区で都民ファースト、 ファーストの会が惨敗をしたのかという分析について本人がどのように言っているのかあるいは乙武さんに対してどのように声をかけたのかっていうことはもう散々 NHK 様におかれましてはお伝えいただいているという解釈でよろしいのでしょうかということは私が見ていなかった聞いていなかったということなので私の責任ということになろうかとは思うのですけれども。 おどうなんでしょうか、NHK 中村記者、中村記者、はい、えー、別にあの伝達もしませんので、どのようにお答えになるのでしょうか、今後、あなたが都政について何かを書かれたとしましてもですね、全く信じる気にならないのが、私の,あの本音の部分なんですが。 朝日と NHK がこの低多落でございますので、東京 MX テレビのごときですね、もう弱小、後発、人員も少ない、えー、朝日新聞と NHK と MX テレビ3つ内定出て MX へ行きますっていう人は、まあよほどの変わり者だと思いますんで、 えーまあ、別に落ちたから言ったわけではないでしょうけれど MX テレビは一体どういうことを聞いているのか椿原さんという記者が質問をしております私まあ MX テレビについてはちょっと詳しくないのですけれどもおどんなことを聞いてくださっているのでございましょうか東京 MX テレビ椿原記者の質問に参りましょう。 おっとと,お,違うおっとと、違うところが回ってしまいました。少々お待ちくださいませ。いいと、全然違う <laughs> ところを押してしまいましたですね。では、MX テレビ、椿原記者でございます。あのなぜこの時期にあの三県の知事を、ちょっと今これ、重複しております。先ほどのこれは。 NHK の中村記者の質問でございますそれはそれぞれのポジシがあるのでそれぞれにお聞きいただきたいと思いますはいその通りでございますでは MX テレビです MX さんどうぞじゃはい MX さんどうぞどうぞ MX の椿原ですす築地地市場跡地についいてお伺いします先日141地点中86地点で基準値を超える有害物質を検出と発表されました健康被害の恐れはないということですがこの結果についての知事の受け止めと改めて再開発への影響について教えてください、はいあのえー、まず築地でございますけれどもそもそもあの築地のまちづくり についてさまざま調査もこれまで文化財なども含めて行ってきているわけであります。であのこれまでの土,土壌汚染状況調査で汚染対土壌汚染の対策法に基づく基準値を超過している地点がございますけれども。 えー、それが健康の被害に生じる恐れはないというふうに聞いております。でまあ、あのこれからの対応など詳細な手続きについてはあの担当が都,都市整備局でございますのでここでご確認をいただければということでございます。でそれれから、まあ,あ,のあれだけのの広大なまた一等地ででございます、えー、この中で、えー 伝統を持つ食文化そして浜離宮などの築地のさまざまな魅力を生かしていくということであの新たな東京のアイコンとなるようなあの水辺の景観をつくっていくまた新しい文化を創造発信する拠点にしていきたいしてほしいというふうに思っております。 あのー、どうなんでしょうか、まあ、も,もちろんその補選のことを聞かないという MX テレビの姿勢はいかがなものかと思うんですけれど、やっぱり質問と答えが対応していないということですよね、何聞かれても、えー、ねえ、えー、でしたっけ、築地は残す、豊洲は生かす、違いますね、何でしたっけ、もうね、もうかんなくなってますけども。<laughs> あのまあ確かにわのわれは今大阪にいますの私は大阪にいますのでえ豊、ー、洲で、えー、築地で人体に有害ではないレベルの有害物質が出たっていうことに対してそんなに関心がありません東京の人が夢島でメタンガスが爆発してもああそうってどうせ僕行かへんからって思って反応と同じぐらいのまあその 地域差はあるかとは思うんですけれども、<laughs> うーん、結局、月の再開発の、えー、三井不動産たちにやらせるのは、もう三井不動産と小池知事はマッチングアプリで、えー、所得制限をクリアして、多分すごい強烈な、もう、 関係性をお持ちなんだと思うんですけどね,ねうんその PR にしてしまうっていうすごいすごい話術ですよね何を聞かれても都合の悪いこと聞かれても PR に持っていけるっていうのはねこれはなかなかねできるもんじゃないですよはいお見事ですね ええー、まあ、MX テレビには期待できないですが、テレビ朝日はやっぱりね、ここは報道ステーションですからね、まあ、最近は広報ステーションになり下がっているとも言われておりますが、さすがにね、都政のことについて、そんなしょうもない質問はしないとは思うんですが、テレビ朝日は島田記者でございます。ではお聞きいただきましょう。テレビ朝日、島田記者でございます。 テレビ朝日さんどうぞテレビ朝日島田です、えー、先ほどの株主提案東電に対する株主提案に関連して伺いますあの東京電力の小早川社長は電気の不安定さを解消するためには一日も早く柏崎刈羽原発の再稼働ができることが望ましいと言っています、えー、知事としてあの柏崎刈羽原発の再稼働のについて賛否伺いますでしょうかまたあの再稼働が をすることについてどう思われますでしょうか？ま、これはあの手続きがございます。それを一つずつ行っておられると承知しております。まあ、原発最終的に動かすのはど、可否についてはまあ国などの判断によるわけでございます。けれども、もう,うまでもなく、安全性の確保、大前提として、そしてまたあの地元の理解が得られるということが何より大事だと。 いうふうに考えております。まあ原子力発電の利用など、エネルギー政策はまさに国策そのものではないかと。思います。しっかりとご対応いただきたいと思います。ま事はい、ちょっと待ってくださいね、えー。まあ、それはしっかりやっていただきたいんですけどね。しっかりやっていただきたいんですけど。ね原発に関わることっていうのは当然。 東京都民だけではない影響があるわけですけれども、まあ、こんな当たり前のことをわざわざ、ほんまにわざわざ対面で聞かなあかん、いや、聞,か聞くとしたら、聞くとしたら、もう少し工夫をして、何かしら身のある答え、 あるいはまあ1回目の質問で出なかったとしたら、望月記者じゃないですけど、も関連で、関連で、関連でって言って、言って追い込んでいくぐらいのことをしないと、手続きにのっとって、手続きをされているかと思います、安全性についてはしっかりとお,お願いをしたいところであります。とかってもうそんなんな 聞く意味あるんですかねテレビ朝日島田記者は、まあ、どこの大学でどんだけ勉強してきはった人なのか知りませんけどこん,んこんなんメモを取って、えー、カチャカチャキーボード動かして書いて面白いんですかね何も答えてもらってへんのと同じだという感覚がテレビ朝日島田記者にはないのでありましょうか。 ここまで日経新聞、幹事者、名前はわかりません。朝日新聞伊藤記者、NHK 中村記者、MX 椿原記者、テレビ朝日島田記者と出てまいりました。最後は時事通信でございます。ただ、もう残り時間、1分ちょっとしかないんですね。1分ちょっとしかないところで、どれだけ時事通信が素晴らしい切れ味の質問をして、 ああもう逃げ出したっていう感じになるのでありましょうか本日最後の登場でございます時事通信から代表といたしまして佐々木記者が質問をいたしますでは張り切ってどうぞ時事通信の佐々木と言いますが先ほどの NHK さんの質問かぶるんですが被るんかの三権時事実の申し入れなんですけどもあの知事としてずいぶん動きが早いなという印象を持っているか 教えていただきたいんですけど、まだちょっと年末まで曲がる時間な気がした。まあまああの毎年大体あのいろんなあこのなんでしょうか、国政でも地方のそれぞれの行政においてもいろんなあのタイミングというのがあるんだろうというふうに思います。まあ早い遅いというがまああの。 例えば少子化教育など、的にもですね今は本当に重要な局面ではないだろうかというふうに思います。えー、これらについてもですね、あのより国と今のエネルギー問題もそうでありますけれども、しっかりとしたそういう大所っていうんでしょうかね、それをしっかり対応していただきたいというふうに思います。 画面が消えちゃった、はい、よろしいでしょうかありがとうございました。ありがとうございました。したえーえー、以上でございます。はい。 日経新聞幹事者から2問、朝日新聞伊藤記者、NHK 中村記者、MX テレビ椿原記者、テレビ朝日島田記者、時事通信佐々木記者からの精鋭たちからの質問と、青知事の、まあ、どうでもいいような答えでございました。誰一人、乙武さんのことについて、東京15区の補欠選挙の総括についての質問をしませんでした。 でそんな、ね、単純なものっていうかね、どう考えたってそ、まあ、それこそさっき僕が金でももらってるんちゃうかなみたいなことを言いましたけども、それはもう冗談で言ってるわけでありまして、<laughs> そんなもんを10万もらおうが100万もらおうがしないなんていうようなことは記者としてありえない話ですし、えー、忖度をしようとみんなで打ち合わせする話でもないですよね。 で、こんなことは絶対聞くなと上から言われるような話でもないはずですよ。となったら、となったら考えられるのは、まあ、質問をしていない毎日や、あですね、読売や産経やら共同通信やらっていう、あと TBS にしても、まあ、みんな一,一人ずつは言ってると思うんですけれども、全員、 記者としての資格が。ないセンスのなさですよね。ま、それなら納得できます、ええ。それなら納得できます。アホばっかりっていう,うまあ、もうあえてあえて厳しい言い方をしています。けれども、ほんまに東京都庁詰めの記者。まあ、中にはそのフリーランスで参加しようとして。あの。 当ててもらってない人たちもいると思うんですけれどもだってねあのリモートの人らは手を挙げてもそこを無視されたら終わりなんですがその場にいる記者たちはですよ挙手し,してたとして当てられへんかった人らは「逃げんのかよこの緑のたぬき!」って言える話ですから「もう一問って手を挙げることができるわけで。 今お聞きいただいたように非常にスムーズに終わって選挙については誰も聞かないというこんな情けないことをしているわけですよ。あの授業参観じゃないですけどやっぱりこうね授業全体を見ていないと「あお宅のお子さん頑張って勉強されてますわ」って。 ああのこの間こんなことを言ってくれましてねとてもいいお子さんですねっていやいや授業参観行って1時間見てたら鼻垂れて寝てるかええー、全然あのとチンカンな質問してるかええー、算数の時間なのに国語やってんのか分かりますわなあ,あ。 だ,いやだからいや、そんなね、なんかもう、最近の記者はレベルが下がってみたいなことを、おっさんが言うのもどうかと思ってますんで、昔からヘタれの記者もおったでしょうし、えー、優秀な記者もおったでしょうし、今も優秀な記者もいるはずなんですけれども、でもまあ、少なくとも、この授業参観の1時間的に、今日の、今日のですよ、東京15区の補欠選挙で、 小池百合子があんだけ押してた12日間のうちに9日間も応援に入った音竹さんが惨敗をしたその責任についてどう考えているのかということを誰一人記者が聞かないということは誰一人まともな記者がいないアホばっかっていうどの新聞もどのテレビ局も通信社も みんなバカバカっていうことをこの、このわずか20分ほどの <laughs> 配信は伝えているで、それでいいはずないでしょっていう話ですよね、まああの、人には反省を求めますけども、自分らは反省しないというのがマスメディアですから、まあ、それは週刊誌も含めて、まあ、それはそうだと思います、人には反省を求めます。A それはあの、ね、思い切り突っ込め人の失敗で、で笑ってごまかせ自分の失敗っていうね、あもう浜村さんがよう言ってはりますけど、それはそうだとは思いますし、自分の中にもそういうところはもちろんありますけれども、でも、でもまあ、こんなおっさんのユーチューバーでも分かる話です、小池百合子が選挙の後ちゃんと総括していますか、それ聞きましたか、それがみんなに伝わってますか。 自由に聞いていいんですから、出上げて、乙武さんに、何て言うて、乙武さんに謝ったんですか、いや、謝ってなんか言いません、そんな話から聞いていく、で、まあ、もう国政に出ていってそう、女性初の総理大臣なんていうようなことは、もう、それはもうね、なってほしくも、僕はないですけどもそれを、その夢をまだ持っているのか。 次の選挙に出るのか、石丸さんが喜多方氏から東京都知事の選挙に出てきたときにどう、それはどう思うのかと、聞きたいことはてんこ盛りなんですけれども、それを誰一人、記者という名前の人が誰一人聞かないっていう、もう本当に、北朝鮮やね、ピョンン放送や北京放送の記者でも、もうちょっとなんかするんちゃうかと。 思うんですけれども、ここまで言われて恥ずかしないですかね、朝日新聞、NHK。ええー。もう、ここ、まあ、あの、幹事社の日経は今、名前入ってませんけれども、後でまた入れときますけど、恥ずかしないんですかね。ええー。三原純子さんに言ってもらいましょうか。恥を知りなさいねえ。と思うんですけれども。 はいえー、こんな遅い時間にもかかわらずご覧いただきましてありがとうございましたちょっとあまりの今日のこの会見のひどさに今日のうちにお話ししておきたかったんで、えー、こんな時間にもかかわらずご覧いただきましてありがとうございましたまた明日は明日の朝で、えー、考えて皆さんに問いかけようと思います私なりの違和感についてお話をさせていただきました <laughs> では、また明日の朝刊チェックでお目にかかりましょう。ありがとうございました。失礼いたします。おやすみなさい。<laughs> <laughs>